ジェフリー・アラン・ボッシャーズは、アメリカ合衆国アラバマ州マディソン軍、ハンズビル出身のプロ野球選手。左投げ左だ。現在は FA。リー高等学校時代には、クレーグ・キンブレルとチームメイトだった。2008年の MLB ドラフト4巡目で、ロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイムから指名され、プロ入り。契約後、参加のパイオニアリーグのルーキー級、オレム・オールズで、 プロデビュー。13試合に登板して5勝0敗、防御率2.68、43奪三振を記録した。2009年は、ルーキー級オレム、A 級、シーガーラピッツカーネルズ、トリプル A 級ソルトレイクビーズでプレーし、3球団合計で13試合に登板して5勝2敗、防御率4.37、51奪三振を記録した。 2010年は A 級シーダーラピッツでプレイし、36試合に登板して3勝0敗、防御率4.31、75奪三振を記録した。2011年は A 級インランドエンパイア 66ers でプレイし、43試合に登板して2勝5敗1セーブ、防御率4.30、61奪三振を記録した。2012年は、 a 級インランドエンパイアと a a 級アーカンソートラベラーズでプレイし、2球団合計で45試合に登板して5勝2敗、1セーブ、防御率2.98、75奪三振を記録した。オフにはアリゾナフォールリーグに参加し、スコッツデールスコーピオンズに所属した。2013年はマイナーでは、a a 級アーカンソートトリプル a 級ソルトレークで、 プレイし、2球団合計で44試合に登板して4勝2敗、2セーブ、防御率3.35、61奪三振を記録した。8月10日に、メジャー契約を結んで、アクティブロースター入りし、同日のクリーブランド・インディアンス戦で、メジャーデビュー。この年メジャーでは25試合に登板して、勝敗なしで、防御率4.70、13奪三振を記録した。 2014年は、開幕を、トリプル A 級ソレトレークで迎えたが、5月8日に、ディフェとなり、12日に40人枠外となった。この年は2球団合計で40試合に登板して3勝3敗、防御率3.28、82奪三振を記録した。2014年12月16日に、コロラドロッキーズとマイナー契約を結んだが、2015年3月18日に、 自由契約となった。その後、独立リーグアトランティックリーグのサマセットペートリオッツと契約した。この年は52試合に登板して3勝1敗1、西部防御率1.00、71奪三振を記録した。2015年12月14日にミネソタツインズとマイナー契約を結んだ。2016年は参加の AAA 級ロチェスターレッドウィングスで、 開幕を迎え、5月25日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。この年メジャーでは37試合に登板して2勝0。はい、防御率4.25、37奪三振を記録した。2017年はマイナーオプションで参加のトリプル a 級ロチェスターで開幕を迎えたが、4月23日、4月28日から5月2日。 5月30日から8月16日、9月1日から、レギュラーシーズン終了までの間アクティブ、ロースター入りした。この年メジャーでは38試合に登板して1勝、0敗、防御率4.70、28奪三振を記録した。2018年1月15日にアディソン・リードとの契約に伴い、DF となった。2018年1月22日に、 ウェーバー工事を経て、ヒューストンアストロズへ移籍した。シーズンでは、開幕から、参下のトリプル A 級フレズのグリズリーズでプレーし、41試合に、登板して2勝1敗4セーブ、防御率3.18、55奪三振を記録した。2018年8月7日に、ウェーバー工事を経て、ピッツバーグパイレーツへ移籍し、参下のトリプル A 級インディアナポリスインディアンスへ、 配属された。8月11日にアクティブロースター入りしたが、登板機会はなく、8月20日に、AAA 級インディアナポリスに配属され、9月4日に DF となり、9日にマイナー契約で AAA 級インディアナポリスに配属された。レギュラーシーズン終了後の10月2日に FA となった。2019年1月16日にシンシティレッツと、 マイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになったが、3月28日に自由契約となった。その後、5月14日にメキシカンリーグのプエブラ、パロッツと契約したが、1週間で退団した。2019年5月22日に、トロントブルージェイズとマイナー契約を結んだ。参加のトリプル A 級、バッファロー・バイソンズでプレーし、 7月31日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。レギュラーシーズン終了後の10月30日にマイナー契約でトリプル a 級バッファローへ配属された。ありがとうございます。